お待たせしております。最近どんな感じですか？仕事は、まあ、コロナ人数が増えてますけど、まあ、順調にいってます。空手の方は？空手の方は、そうですね。私、まあ、自分はちょっと仕事でしかサポートできないんですけど、俊作と慶太と一緒に練習してるみたいで、怪我からの復帰なんですけど、順調に調子がいいみたいです。今回アツ選手2度目の世界ウェイト制大会になるわけですけども、今回はどういう試合を見せてほしいと。そうですね、今回はもう優勝してもらいたいと思います、うん。最近は本当仕事終わってで篤の練習にもう行けるときは行ってって感じでやらせてもらってますね。篤選手、今年の世界ウェイト制はどうだと思いますか？結構前とその何ですかね、試合前なんか見てると前まではこう焦った気持ちが生活面でも出てたと思うんですけど、ここ最近は割と落ち着いて、なんですかね、なんか精神的にも落ち着いているように見えますね。今回2度目の世界ウェイト制になるわけですけども、はい、今年は今回はどういう結果を期待してますか？そうですね、やっぱりここ一番というところであっちはちょっと決勝で負けちゃったりとかあったんですけど、今年はもう精神的にも落ち着いているし、まあ、怪我も乗り越えてしっかり体も作れているので、今年は優勝できるんじゃないかなと思ってます。そうですね、寝て5時から起きて、そこから事務所に行って、まあ、終わるのがその日その日でまたこういう仕事なんで変わるんですけど、夕方の時とかには終わりのようにしてもらってます。そうですね、最初朝自分の家からちょっと30分ぐらい行ったところに、会社があるんですけど、そこで、自分トラックの運転やってて、トラックにイカをそこから積んで、そこから福岡だったり佐賀県だったり唐津市内だったり、いろんなところのお店に行ったままを配送するっていう仕事をやってます。
よいしょ、悪いです。3本目ぐらいから乳酸が溜まってめちゃくちゃ痛くなるんですけど、そこも頑張って動くようにしてます。なるほど、タイムを縮めて走る意識をして。あのシャンから見て、あの最近の川瀬選手の様子はいかがでしょうか。そうですね、怪我も治って、うん、本来の、川瀬篤の動きに、近くなってきたんじゃないですかね。あのもう世界ウエイトセーマーだと一月ぐらいになったんですけども、あのこれからあの気をつけてほしいこととかやってほしい何かありますか。去年の JFKO の時にはあの調子が良すぎてオーバーワークしてしまったんじゃないのかなと思うんで、それがないようにで、やっぱり、ね、こう一本勝ちよりも、一つ一つの試合をきちんと勝っていくということをやっていってもらいたいなと思いますね。はい、大会本番ではどういった試合を期待されますか。もう彼の持ってる力を全部出してもらえればそれで、あとは優勝できるんじゃないのかなと思いますね。はい、ありがとうございました。一つ我々は質実合計をもって自己の精神を寛容することを、自己の精神を寛容することを、一つ我々は礼節を重んじ、礼節を重んじ、頂上を軽視、そこの振る舞いを頂上を軽視、そこの振る舞いを慎むことを、一つ我々は神仏を尊び、神仏を尊び、天上の御徳を忘れざることを、天上の御徳を忘れざることを。自分の一個上にお兄ちゃんがいるんですけど、そのお兄ちゃんが喘息を持ってて、で何かこうスポーツをしたらいいよっていうことで空手を最初お兄ちゃんがやってて、で自分たち4兄弟なんですけど、でその後一番上にお兄ちゃんが入って、そしたら流れで3歳からこう気づいたら入ってるって感じで始めました。そうですね、こう小さい頃、小学2年生ぐらいからやっぱこうちょっと記憶があるんですけど、全日本ジュニアとかで出て、その時今のドリームカップになる前の全日本ジュニアとか出て、そこで負けて、でそこから悔しくて、こうお父さんと兄弟と一緒にこう稽古を本格的に始めたっていう感じですが、覚えてます。天気になってしかない。そうですね、やっぱり少年の時でいうと
ドリームフェスティバル、その時はドリームカップだったんですけど、一番上にいた兄ちゃんが全日本ジュニアで優勝したりとか、志崎兄ちゃんも3連覇とかやってたので、自分も絶対ドリームそのカップで優勝する、連覇するっていうので、そこからやっぱりちょっとずつ自分でこう勝手に勝つっていう意識が芽生えたので、そのドリームカップぐらいからが自分に印象残ってる試合ですね。まず悔しかったのは第30回の全日本ウェイト制で兄弟対決やったんですけど、その時に兄ちゃんに負けた時は悔しかったですね。そうですね、全然違いますね。なんか意識せずとも意識してしまう部分がかなりあったので、そうですね、いつもと雰囲気も違いますし、こう向かい合った時も、あ、兄ちゃんかっていうのはありましたんで、やっぱり普通の試合とは違う感覚でしたね。そうですね、うまくバランスを取るようにして、で会社の方も父が経営してるんですけど、ちょっとでもこう練習しやすい環境っていうのを作ってくれてるんで、まあ、そこに自分も感謝しながら、やれることはしっかりやるっていう風で、仕事が終わってすぐ稽古やるっていう風に決めてるんで、そこは今のところきつくてもバランス取って勝つことに専念して練習してます。そうですね、まあその辺は目標が試合ではなくなったんですけど、こう1週間ごととか、まあ、1日ごとでもそうですけど、修正する点を日に見つけて、課題を見つけていって、いい方向に修正していくっていう風にやってきたので、試合がなくてもこう目標を持って練習できてきたので、まあ、コロナ関係なくいい練習ができてたのかなと思います。まあ、やっぱりこう組手とかできなかったりとか、まあ、ミットができなかったりとか、最初の方はですね、厳しい状況でしたけど、まあその空いた走りだったりとか、自分でできることを考えて、一人でもできることを考えてやってましたね。それはちょうど 2,3 年前ぐらいから始めてまして、第12回の世界大会が終わった後に、このままじゃダメだっていうことで、ちょっと走りの内容に変えて、空いた、ちょっときつかったです、きついですけど、あのトレーニングを始めましたね。そうですね、やっぱりこうスタミナ面もついてきますし、精神面もかなりついてきますので、その試合に向けての傾向っていう風ではかなり自分自身になりトレーニングで続けてます。やっぱりそうですね、うまいですし、でやっぱりこう今まで自分より先にこう全日本で活躍していた兄弟なので、とても勉強になる部分もたくさんあって、アドバイスもたくさんしてくれるので、そこでたくさん刺激をもらってますね。やっぱりこうトップに置かれたっていうことは、決勝に行くのは当たり前で、なおかつ優勝する注目される選手になっていると思うので、そこはおのずとこうついてくると思うので、あとは自分がそういった期待に応えれるように、試合の当日までしっかり作り上げて絶対優勝するという意識でやってます。そのやっぱりアウェーの地の雰囲気がすごく日本のホームと全然違って、ちょっとでもこう外国人選手がいい攻撃をしたら一気にこうあっちに流れを持っていってしまわれたりっていう風になるので、そこはだいぶ違いますね。第6回のフルコンタクト空手大会からちょっと期間が空いてしまったんですけど、まあ結構その後もかなり稽古して作り上げてきたんで、まあ、今まで通りの自分と、まかつ新しい自分をしっかり見せていきたいと思ってます。前回も調子は良かったんですけど、やっぱりこうあの時はジチェンコ選手と戦って、最終延長でああいう形で相手に
判定が上がるっていう悔しい思いをしたので、今回は絶対に勝つっていう気持ちで持ってます。自分が勝ち上がって、ジェンク選手も多分、まあ、どうなるか分かんないですけど、勝ち上がってくる選手だと思っているので、それで決勝で当たって、自分が絶対勝って優勝するっていうのを決めてるので、そこは意識してますね。